俺の股間は AWM。 はい、どうも、スコアレです。今回はですね、ツイッターのとある有名人がですね、味方殺し動画を上げたらしいんで、ちょっと、早速、見ていきたいと思います。それでは見ていきます。こんにちは。こんにちは、お願いします。お願いします。今日が、厨房と判断ってやばいね。終わったん厨房と判断。はい。終わったん、学校終わったんみたいな。ちょっと一回ちょっと銃試し撃ちしたいわ。こんなんバレるやろ、普通。銃試し撃ち。あ、これはこんな銃なんやな。これはこんな銃なんやなって。ガレージあさるか。ガレージあさるか。ねえ、ほんと。ねえ。どこ行きますか？そやな。車、車乗っていくか。すごいね、こういったね。そら、ねえ。車乗らんの？バレるに決まってるだろ、バレるに。しとらんよ。え？しとらんよ。ひど。だって、爆発する寸前だもん。え、これ爆発すんのこれ。マジ？バイクどこやっけ？こっちです。ちゃんとこれ編集しろよ。あ、そっちか。あ、なるほどね。なるほどね。え、どうしたん？こういう人なん、もともとこういう煽りをする人、煽りをする人やったら別にね、やってもいいと思うけど、試し打ちやな、これ。あ、待って、あれ山上敵おりゃ、危ない、撃ってきてる撃ってきてる、山上、危ない。ザーコバーカ、くたばるバーカ、頭ある、あ、抜けた。危ねー、あぶねえ、こいつ。バカが見る、ブタのケツ。すごいね。バカが見る、ブタのケツ。もともとこういう人なんですかね。煽りをする人なんですか、こういう人って。まあ、その、煽りをする人だったらですね、こういうのをしても、ね、すごい面白いと思うんですけど、なんか、ツイッター上で見る限りは、もともとなんか、まともな人で、その、有名になってからなんか調子乗り出したみたいな、そんな感じはしますよね。結構その、まあ、僕も YouTube で、まあ、いろいろ投稿してますし、まあ、配信でやってる人とかもそういう性質的には変わらないと思うんですけど、一回ですね、何かの動画で伸びると、その動画と同じようなネタを使いたくなるようなもんなんですよね。まあ、僕とか例えばそのガチャ動画で伸びてますんで、やっぱずっとガチャ動画のネタを使いたいなと思いますし、僕もその前のチャンネルで、その、チームキル、味方殺しで動画が伸びましたんで、まあ、そちらでちょっといろいろやっていこうかなと思った時期はあるんですけど、ただですね、そのやっぱり、その自分の評判を下げて伸ばす動画っていうのは、やっぱどうしてもその、長期的に見るとマイナスなんですよね。まあ、そこら辺が計算できてないかなっていうのは思いますね。どうしてもその、なんちゅうかな、そういう人なんだみたいな、そういうチャンネルなんだみたいな感じで思われることで、その、一時的なアクセスには繋がるんですけど、二次的なですね、友達の友達へのその、紹介、おすすめ、みたいな感じの、人から人へのその、アクセスの繋がり方っていうのはしないんで、まあ、どちらにしろですね、まあ人間的にもその配信、動画的にもその握手かなというふうに、まあ今回思いました。まあこういうね、動画を出すことでやっぱりその、話した言葉尻のね、一つ一つから、その人のまあ人間性っていうのはですね、垣間見ることができますし、まあ今回の動画でもまあね、そういういろんな人間性をまあ垣間見ることができたんですけど、まあ皆さんもですね、動画を出すという行為、出すネタによってはですね、とてもその危ない諸刃の剣になるということをですね、覚えていただければ幸いでございます。このような感じでですね、いろんな情報を動画にしておりますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは。